経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第1203回をやっていきたいと思います。今回はテレマーケティングというテーマですね。今何をやってるかというと、ダイレクトマーケティングということで、直接と、ね、製造業者から消費者に対して直接商品を販売するという、そのダイレクトマーケティングっていうのを始めてるんですね。説明し始めています。製造業者が流通業者を経由せず、直接消費者に情報伝達をし、販売を実施していくやり方ということですよね。で、具体的には直接販売、もう製造業者が直接工場とか店舗でもう売ってしまうという販売の仕方ですね。卸とか小売を使わないということですよね。訪問販売、営業マンが消費者に訪ねていって、で直接販売をする。通信販売、郵便を利用する。ビショッピング、テレビを利用する。テレマーケティング、電話を利用する。インターネットマーケティングっていうのは、メールを利用するということですよね。今回はその中の5番目のテレマーケティングっていうのをやってみたいと思います。はい、テレマーケティングですね。電話を利用したマーケティング活動ということです。でも何を使うか、やってることはダイレクトマーケティングなんですね。製造業者、商品を作っている製造業者が消費者に対して直接販売をするというやり方です。で、その時に使う道具が電話であるということですね。で、大きくはインバウンド、アウトバウンドということになります。で、こっちは受けと、ね、待ちですね。こっちは自分の方から行くと、攻めって言ってもいいんですかね、の手法ということになります。こっちはなのでお客様の方に電話をかけてもらうということですね。で、こっちの場合は企業の方から消費者の方に電話をかけるというやり方になります。はい、インバウンドですね。待ち、要するに消費者から電話をかけてもらうということですね。見込み客から電話で注文を受ける営業手法ですと、ね、消費者の方に、企業の方に電話をかけてもらうと、ね、それで、企業の方がコールセンターですね、電話を受けるコールセンターというのを準備しておいて、ね、問い合わせを受けたり、実際受注をしたり、もしくはお客様の生の声を収集したりということをやるということですね。逆にアウトバウンドっていうのはこう攻めで、今度は企業の方から消費者の方に、自分たちの方から電話をかけていくというやり方ですね。見込み客に対して電話をかけて接近する営業手法ですということですね。なので、自分たちの方から電話をかける、ね、それで見込み客を発見すると、ね、要するにこう自分たちの商品サービスに興味関心がある人たちっていうのを抽出するということですよね。で、実際自分たちがやってるキャンペーンを案内したり、商品を実際具体的に説明したり、電話越しで、受注を受ける、制約を獲得するというようなことですね。こういうことで、道具を、ね、電話という道具を使いながら、町の姿勢の、使い方と、それから自分たちから営業をかけるという、攻めの手法と、両方の、やり方があるということです。はい、今回の動画ですね、あなたお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。